ローカル線、日本の美しい景色を走り抜けるどこか懐かしい列車。四季折々聞き込みだけで沿線の絶景、美食、いい宿、地元の人しか知らない名所を見つける旅。心のふるさとへ、さあ出発です。今回の旅の舞台は高松琴平電気鉄道志度線と長尾線。贅沢にも2つの路線を乗り継ぎます。車窓を彩るのは淡いブルーが美しい瀬戸内の海。あ、最高最高。うわー、これはすごい。絶景を目で、美食を味わい。おいしい。さぬきの大自然を体当たりで満喫。聞き込みだからこそ出会えた穴場スポットも。せーの。なるほどなるほど。旅は感動の連続。シンクロ率です。後ほど皆さん観光ホテルで頑張って。ほら同じや、ほら同じ髪型だ。兄弟だ。ため池に向かって開放的なショットのはずが、え、ゴルフ下手です。空いてるってことは。出たとこ勝負の一泊二日。それでは参りましょう。出発ローカル線聞き込み発見旅。どんな車で？駅前で待つこと15分。ほら来た。ほら。ああ本当だ。ホテルの送迎車が到着。どうもどうもありがとう。すいません、はじめまして。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。急に。ここまで来ていただきました。ありがとうございます。大丈夫。お部屋ってどんな感じのが2つあるんですか？1つはあのジャグジー付きの客室で海側です。ちなみにですけど、ジャグジーは温泉ですか？残念ながらちょっと違うんです。あ、でも温泉はそのホテルついてるんですよね。そうです。1階の大浴場の方で。どんなお部屋か楽しみですね。すごいすごいすごい。いや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 。うわー、これお部屋からの景色楽しみ。うわ最高。いやーすごい。高台にあるホテル。うわーすごい。黒川さんすごいですね。あ、どうもこんにちは。ありがとうございます。支配人です。あ、どうもこんばんは。お世話になります。ありがとうございます。支配人さんがお出迎え。四国最北端の温泉地にあるアジ観光ホテル海の宿り。お遍路ツアーの団体さんからも大人気で、この日もほぼ満室。お邪魔します。手続きを済ませ、二人はなぜかお土産コーナーへ。お、剣玉で勝負するか。私やったことないですけど。やったことない。まあでもすぐ決まるしいいですね、うん、パッと。剣玉でどちらがジャグジー付きのお部屋に泊まるか決めるようです。これで決めます。夢島も名前がすごいもん。こちらで泊まられたお客様は素敵な夢が見られるそうです。ありがとうございます。おお。いきますよ。こっからですね。せーの。あ、こちらこの出た。え、うわ出た。これですわ。強っ。まさに夢見心地に浸れるこちらのお部屋に泊まるのは。そんな入るのかな。入るよ入るよ。そんな、あ、いいね。
続いて開運男木下さん。え？うわーもうやだいやー勝ち組です。これは勝ち組の景色でしょう。小島がいっぱいあるというか嘘みたいな最高の時間を送らせてもらってます。今日一日あんた皆様ありがとうございました。あー癒される。絶景は大浴場の温泉からも日帰りでも楽しめます。いや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 ちょっとこれちょっと流れでこれ出てくる偶然の産物棚からぼた餅人の優しさありがとう、ありがとう。新鮮なお魚をふんだんに使った夕食。お刺身からいただきます。これなんだろう。オリーブの葉を使った餌で育ったハマチのお刺身。いただきます、うん、うわせんや甘みがあるの、うん、続いてこちらはタイのカブト煮。どうですか。うわ一口でご飯これくらいいけますめちゃくちゃ美味しい。そんないける。身がギュッとなってて噛めば噛むほど味が染み出てきます。これなんだろう。いきますオープン。うわえ何これ。アワビが嘘丸丸。この辺りではアワビの養殖が盛んなんだそうです。おいしい。無敵だ無敵。うんうまい。名所登録6つ目は絶景とごちそうで瀬戸内海を堪能海の宿り。志度線長尾線の旅初日は琴電八島駅までしか進まず名所登録は6つ。残る駅は21駅。無事ゴールできるのでしょうか。どうでしたジャグジー部屋。あもう本当に朝も入りまして、お社長のような一日を。すごい。ありがとうございました。ありがとうございました。最高の夜でした。ありがとうございました。ありがとうございます。やっぱいい宿に泊まれると次の日も頑張れますよね。ねえ気持ちが違う。そして送迎までありがとうございます。駅まで。すいません。ありがとうございます。元気見ました。ちょっと調子に乗りすぎてたのかな。やっぱりジャグジーにも入って。今回のタイムリミットは午後6時。目標達成まであと4つ。琴電八島駅に戻ってきました。あそうですね。いやどうもお世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。この駅が大好きになった。あ昨日からほんまちょっと思い出になるやろうな。忘れない駅ですよ今。おめでとうございます。1,2,3,4,5 6個目。一気に金町で1個絶対必ず。わかりました。有名ですからここは、うんうん。
あ、ちょうどここだ。あ、ちょっと都会みたいね。ちょっと都会、やっぱなんかみんな顔が都会。さあ聞き込みする人を探しましょう。何年生？2年生です。高2、はい、17歳。16です。16歳。おいでおいで。今日は何だの、この辺の今日テスト期間です。あ、どうでしたかテスト？まあ欠点ではないかな。あら、なんか自信ない。ここ行った方がええでっていう、なんかおすすめできる場所、うん、ある。うわ、メイド喫茶あるくない？ある、あるある、メイド喫茶あります。メイド喫茶あります。チャチャ娘ってとこがあると思います。チャチャ娘何で知ってるのかな？行ったことある。行ったことあります。聞いた話なんですけど、うどん頼んだら大根おろしおろしてくれるってのを聞いた。メイドが。ちなみにどこあるの？でも近くね、すぐ近くです。説明むずいな。シャチャ娘まで一緒に行ってくれることに。え、驚愕？驚愕です。好きな人おるやろ？おらんやろ。せやな。ほんまにおらんやろ。歩くこと10分。いや、これ迫ってます。出た、シャチャ娘。何時からだろう。シャッターが閉まっているみたいです。平日15時です。あ、ほら、ちゃんとうどん あるね。あるわ。で、美味しくなる魔法ゼロ円。香川県で唯一のメイド喫茶チャチャ娘。 DSS というメニューを注文すると、目の前でメイドさんが大根をスリスリ。さすがうどん県。じゃあね、ありがとうね。ありがとう。頑張ってな、テスト。バイバイ。優しい二人組でしたね。なあ、これやったわ。河原町で名所を発掘したい二人はさらに聞き込み。このお店の方ですか？商店街の、あの広報なんですけど。あ、商店街広報って書いてある。知らないことはないですよ。知らないことはない。いや、ちょっとですね、はい、あの我々今おすすめスポットを聞いておりまして。おすすめ、はい、はい、今一生懸命思い出してます。いや、もういっぱいデータはあると思う。引き出しいっぱいあると思います。ちょっと外れちゃうんですけど、はい、完全予約制の古本屋さんとか。予約制、うん、すごく素敵な内装なんですけど、電話して開いてますかとか、開けてくださいって言わないと開けてくれないとか。じゃあ結構変わり者ですか？変わり者だと思います。テレビをいいって言うかな。どうでしょう。すいません、お店の電話番号が書いてある名刺を持ってきてくださいました。この名前がナタショさん、はい、もう藤井さん、はい、早速予約の電話を。はい、ナタショの藤井と申します。あ、朝早くすみません。重森里美って言うんですけど。重森さん、はい、はい、あの今ですね、はい、商店街でロケをしてまして。はい、今日って開けてもらえたりしないですかね？あ、ちょっとね、今うどん食べて食べようとしてるんですけども。あ、じゃあ一旦うどん食べるの諦めて店も。え、優しい。優しい。ありがとうございます。すぐじゃあ、あのお店の前まで行っときます。わかりました、失礼します。あ、ありがとうございます。ココイチとかカレー屋さんがあるので、そこの路地を右手に入ると、ちょっとすごく分かりづらいというか、ちょっとレトロな建物が裏路地に入るので、その左手側なんですけど。分かりました、はい、どうもありがとうございます。助かりました。これを右って言ってました。教わった路地を進むと、あ、もしかしてこれかな？違うかな？あ、古本って書いてあるもん。これや。
もう可愛いじゃないですか、ここ雰囲気可愛い。え、どこからいの？ここ2階、ここですね。すごい面白い。行くよ、行くよ。開いてるってことは怖いわ。私最初行きましょうか、大丈夫です。行ける行ける。わ、ごめんください。え、めっちゃおしゃれ。どうぞって。どうぞって。行くよ。はい、邪魔します。わ、すごい昔ながらの階段の急さ。すごいすごい。気をつけてください。お邪魔します。お邪魔します。藤井さんでいらっしゃいますか？あ、藤井さんだ。え、あ、藤井さん、いいですか、カメラ。あ、やった。うわー、こちらがめちゃめちゃ雰囲気ある。藤井さんでございます。すいません、急に来まして。これなんでまた予約制にされたんですか？お店始めた頃そんなお客さんは来なかったんですよ。はい、うん、それでお客さんが来る時だけ開けた方がなんか楽じゃないですか。あと私すごいこと気づいたんですよ。何何？さっき階段通ってきて思ったんですけど、見てください、あの藤井さんの奥にパイプあるじゃないですか。あそこから出た話して1階から藤井さんに喋りかけられるんですよ。よくわかりましたね。ここでこんな感じで下にねあったんですよ。このパイプは何なんだろうと思って。変人や。東京の大手出版社を辞め、家賃1万円のこの木造建築を自身でカスタマイズしながら5000冊ほどの本を販売。最近は本の展示スペースのプロデュースやトークイベントへの登壇、執筆活動なども行っているという藤井さん。本屋さん界隈ではちょっとした有名人となりつつあります。うわ、めちゃくちゃおしゃれ。おしゃれですね。ええ空間。ターミナル駅、河原町駅で聞き込み、完全予約制の古本屋さんへ。店内はめちゃくちゃおしゃれ。おしゃれですね。ええ空間。なんか落ち着く。ほら、カーブの感じとか。変人であり天才な気がしますね。あの人すごい人よ、なんか。古本屋の世界の位置みたいなのがあるんですけども、うん、僕はそういう位置には参加してないですんで、もう皆さん方から個人個人で。そうですね、個人個人。はい。中にはもう珍しいもんを売ってくれたなって方もいらっしゃいますよね。あ、そうですね、はい。例えばそれってどんな貴重な。うわー、どっか行ったわすごいよね、あの空気感が。例えばこれとかは、まあ、先日亡くなられたんですけど、なるほど、モンキーパンチ師匠出ました。三世のこれすごいね。一番最初の時のあれですね。うわー、150円。うわー、すごい、すごいお宝じゃないですかこれ。まあ、そういうのとかは、まあ、コレクター商品とかになってますね。3万円です。ああ、3万円だ。3万円でつけてますけど、別に3万円で売らないといけないってわけじゃないですんで、まあ本当に欲しい方とかいたら、結構あれですね、このほとんどの本はもう相談に応じて。優しい。でも5万で買いたいって人が言ったらどうします？5万なりあります。逆、ああ、それはもちろん5万で売りますねここでわざわざ安くする人ないですよね。7つ目は味のある店主が営む完全予約制の古本屋さん、ナタショ。ちょっと本当に貴重な時間ありがとうございました。もううどん食べる前に申し訳ございません。そうだ、食べてください。これからいや、まさかロケって聞いたんで撮影するとは思ってませんでしたこっち撮影する気満々できました。終始ぼーっとした感じ全然すごい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 。あ、これちょっと最後そして挨拶したら。藤井さん、今日はありがとうございました。また来てください。
ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃアジアってかっこよかったな。かっこよかったですよね。河原町駅に戻ってきました。ここからは長尾線の旅。まずはどこで下車しますか。林道やばいで。やばい、やばそうやん。林の道やで。花園ぐらいですぐ降りといた方がいいかもしれない。長尾線最初の下車駅はお隣花園駅。河原町から近いので栄えていると良さそう。ここからは緑色のラインの列車。走ること3分、あっという間に到着です。どうも。さようなら。あ、ここで降りるんだ。あららら、急になんか人通りが少ないかも。あ、こんにちは。あ、なんか トキオさん。トキオです。城島です。はい、永瀬です。やった。こちら様。あ、重森さとみって言います。永瀬と重森で。この間なんか、はい、あのエミちゃんの出とった。あ、そうです、そうです、そうです。あれ、ありがとうございます。知ってますやんか。好きだから。ありがとうございます。時代の名前知ってます僕、はい、誰か何ですか。時代の二人おるんやね。そうなんです、とても苦労したおじさんとても苦労してるおじさんで TKO。 こら、ね、この辺でおすすめスポットありますか。小池のゴルフ場線。小池ゴルフ場。大きな池ね、池の中ちゃもんと行けるね。へえ。私いつも散歩コースなんです、自転車で回って。一人暮らしなんで。最寄り駅どこですかそれの。バスで行ったらお池いうとこで降りるんや。大きな池ね。池、うんうん、こっからバスで出るんですか。そこの花園のバス停から。そうやね、10分かそのぐらいで行けるわ。そこで言うたら打ちっぱなし行ける。はい、打ちっぱなしいね。私いつもその向こうの東屋さんでぼーっと1時間ぐらい一人やから、本持って行って読んだり。いい時間や。最高スポット東屋さん。いや、お母さんありがとう。ちょっとそれ行ってみるわ。バスでね。うん。あ、バスでそこ。お母さんがバス停まで一緒に行ってくださいました。あ、川島って書いてある。もう来るわ。やったー。よかった。見送ってくれる？ありがとう。優しいな。最後まで。びっくりするわ。びっくりするかな。何でこない。なんで。お気をつけてね。うん、ありがとう。発車します。バイバイ、ありがとう。いやー、優しい。バスに揺られること8分。はい、ありがとう。ありがとう。スイカ。スイカや。あれかな、ゴルフセンター。うん、多分あれっぽいですね。バス停のすぐそばにゴルフセンターを発見。こんにちは。どうも、こんにちは。お、ちょっと、こちらの方ですか。そうですけど、僕は違う。違うですか。あのですね、実はですね、はい、ここは池にぶっ放すことができるという、うん、ことなんですけど、これもしよかったらカメラとか入っていいですか。はい、
ちょっと所長に連絡してください。はい、お願いします。え、すごいですよこれ。すごいよ、すごいすごいすごい、これはすごい、カメラ映えするとんでもない。ここやっぱすごいですか？あんまないですか？この辺りはここだけ。池に打てるっていう、池にいるのはね、香川県でたくさんあります。へえ、香川県、そうなんだ。土地が小さいですよ。だからフラットのあのドライブの練習場はないんですよ。社長さんに連絡がついたそうで、重森さんが撮影交渉。結果は座席あたりで、あのお客様を映さずに。もちろんもちろん、もちろんです。はい、あ、はい、あの大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあバッチリ宣伝しときますので。うわー、気持ちいい。何この開放感。ちょっとこんなの見たことない。花園駅からバスに乗ってゴルフ場へ。池に向かって打つ練習場とは。うわー、気持ちいい。何この開放感。ちょっとこんなの見たことない。池に本来は打ってはいけないゴルフがあえて池に打つという、気持ちいい。この真逆の発想ね、うん。こちらの北ゴルフセンターは大池というため池に面しています。古くから水不足に悩まされてきた香川県にはため池がたくさん。県内のゴルフ練習場の3割ほどはこのようにため池に向かって打つスタイルなんだそう。特注の球は水に浮くようになっており、毎朝オープン前に網ですくい上げているそうです。うわ、一気に打つの初めてやな。あれ、これどこ打ったかバレるから恥ずかしいわ。あれ、え、そんな感じでしたっけ。何が何が、もっとプシューンって飛ぶ。いや、こんなんや。でも大体みんな。あ、本当ですか。まあ一打目は大体こうよ、みんな。続いて二打目。なかなか、え、ゴルフ下手ですよあれどうですか、私ゴルフ上手い下手わかんないんですけど。もうちょっとあの、まあなんかフィルターに包んでいってくれる、下手かとかってはっきり言いすぎちゃうちょっと私もやってみていいですか。いや、むず。重森さんも挑戦。いきます。はいはい。あれ、いよいよあるあるよ、今度こそ。これ楽しいね、でも池の中に。お、あ、すごいすごいすごい。一種ぐらい行けた。一種じゃないけどね、全然ちゃうよ。これ気持ちいいですね。でしょ、うん。どこに打ってもどこに飛んだとしても楽しい。そうねなんかもう名所登録8つ目はため池に向かってナイスショット、北ゴルフセンター。どうもありがとうございました。社長によろしくお伝えください。ありがとうございました。じゃあ行きましょう。バスで花園に戻りましょう。バスが来るまでまだ時間が。重森はアホやった。私の高校一番バカって言われてるんですよ、福岡で。はいはい。そこすら卒業できなかったですね。僕はジャム作る高校やったんですよ、うんうんうん。1年イチゴジャム、2年ブルーベリー、3年オレンジジャムめっちゃいい。やってられるかいって言って、そのジャムを混ぜる木の棒を投げて終わりましたね。うん、あ、自ら。はい。そんな話をしているとバスが来ました。よいしょ。この度4度目の路線バス、お二人とも慣れたものです。2時ですよ。やばい、ランチタイム終わるかも。はあ、時刻は間もなく午後2時。もうお腹ペコペコ。さよ。さよ。行き先を決めずに乗車。景色見ながら降りますか。どうしよう。ご飯屋がありそうなところ。
とね、雰囲気はなさそうやな。走ること3分、列車はお隣林道駅へ。あれ車で、あ、本当ですか。さあどうしますか。降りてみますか。降りてみよう、降りてみよう。ありがとうございます。ありそうよ。ありそう。木下さんがご飯屋さんがありそうだと感じた林道駅で下車。これが吉と出るか凶と出るか。ご飯屋さん探しましょうか。はい、聞きましょう。おすすめを。ここ抜けよ、うん、そっちの方が人多そう。こんにちは。ちょっとお聞きしていいですか。我々ここの辺初めて来まして、うん、おすすめのご飯屋さん。今ここからちょっとしばらく行ったら、はい、あの高松ベースカフェっていう。高松ベースカフェ、はい、あそこのランチがおすすめ。それはあなたなんでですか、いきなり。あの唐揚げがものすごく美味しくて、日替わりでも唐揚げを2つついてくるし、唐揚げ定食もこれぐらいの大きさの、うん、4つぐらいついてます。マジで。じゃあボリューム満点。満点。香川で一番美味しい唐揚げ。私からしたらもうすごく美味しい。ちょっと行きたいな。ちなみにこの時間どうでしょう。多分空いとると思う。あの3時までやけん。はい、忙しい。今何時？3時からオーダーストップが3時までやけん。2時半です。一緒。行きますわ。頑張って。握手ください。ありがとうございます。いや最高最高。助かった。行こう行こう行こう。唐揚げ大好きや。まっすぐ左手、ありがとう。ラストオーダーの時間が迫ります。急ぎましょう。そろそろ歩き始めて10分。俺もう無理かもしれん。え、俺はもうこの辺ちょっとリタイアかもしれん。せっかくここまで歩いたんだから。うちらは高校を途中で投げ出したけど、はい、今回は投げ出さない。 OK、 もう投げ出すのはやめよう。もうやめよう。さらに歩くこと5分。全然見えない。ない。もう心折れてきた。林道駅から歩いて15分。おすすめされたカフェ、なかなかたどり着けません。ない。もう心折れてきた。ダメだ、だってないもん。あ、え、あった、高松ベースカフェ。なんかおしゃれ。こんにちは。こんにちは。めちゃめちゃおしゃれ。すごい。何この感じ。都会感。都会感。代官山。あら。やったー。じゃあ私日替わりランチで。吉田さんどれにしますか。僕唐揚げプレート。唐揚げプレートです。大盛りで。なんとかランチのラストオーダーに間に合いました。地元のママたちがこぞって女子会に利用する高松ベースカフェ。コンセプトは大人の秘密基地。ボルダリングの壁など店内は遊び心が満載。おすすめされた唐揚げは白だしやこだわりのスパイスで味付けした大ぶりの鶏もも肉をカラッと揚げた一品。失礼いたしました。また。あ、すごい。日替わりランチと。おいしそう。野菜いっぱい。ありがとう。いやちょっと。こちら唐揚げ定食。でか。失礼いたし
たします。なんかこれ何ですか、上の。あ、これあられです。あられは乗ってるんだ。はい、おしゃれ。野菜もいっぱい、野菜もいっぱい。いただきまーす。でかっ。熱い。揚げたてだ。うん、うまっ。うん。味どんな味付けですか。だしがしっかり効いてるね。いろいろ試行錯誤して。めちゃくちゃうまいこの唐揚げ。赤、あ、え？これ衝撃やわ。赤。うん。うん。ひたひたのだし巻き卵の唐揚げだ。あ、そう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 。だしがすげえ効いてる。おいしい。え、もうこれ結構唐揚げじゃないかもしれない。唐揚げよ。この日の日替わりは豚しゃぶ。どう、豚しゃぶ。うん、すごい。豚しゃぶも凝ってる。うん、うん、これなんだろう。これも出汁が効いてます。なるほど。最高のランチ。9つ目は唐揚げが最高、高松ベースカフェ。目標達成まであと一つ。とっても美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、来てよかった。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。俺お土産買った。あ、冷めても美味しい唐揚げだ。そうです。帰りに食べよう思いまして。はい、駅戻ってきたよ。遠いけど行く価値ありのカフェですね。いや、ほんまやで。今コロナで、うんうん、あとこんだけで1個なんか止まるで、緑色やから。ああ、この辺は開けてるのかもしれない。そっか。一気に8つ先の平木駅を目指します。そんなに飛ばしちゃって大丈夫でしょうか。近くにさ、こうこの辺の駅でなんかおすすめスポットある？通り抜けすぎてないよ。なんか青春スポット。あ、いいね、青春スポット。そうこうしているうちに列車は降りようとしていた平木駅へ。もうここスルーしたらやばいと思うで、うん、降りようか。あ、ほらもう電車の路線いっぱいあるもん。よし、降りよう。どうもー。ちょっと教えてほしいことがあるね。うん、この辺でさ、おすすめスポット教えてほしいね。おすすめスポット、うん、難しいな。君たちが思うでいいよ。別にそのほんまに有名じゃなくていいし。そうそうそう、他の人はどう思うか分かんないけど、うん、俺たちは好きっていう。好きなところ、ほんまのりでスポットで自分たち。やろ、おすすめの場所は思いつかず。ありがとうございます。はい、ありがとうね。頑張ってください。はい、センス、ありがとう。あの人に届けた、あの子またここで。はい、2回目。はい、2回目。さっきからこちらを気にしている学生さん。ごめんな、なんだな、来てもらって。こんなところで田舎で会えるなんて。やっぱ田舎、ここ。まあ田舎ですね。あ、そう、ここ行ったら遊べるでとか。お母さんに電話で相談してくださいました。あ、もしもし、お母さん、あの今平木でテレビの人来てて。はじめまして、 TKO の木下言います。いや、もうお世話になっております。いやいや、そして、いやいや、あと重森さとみっていうのもいます。あ、
そうなんですか、はい、あのですね、こちらの方でね、はい、息子さんと会いましてね、はい、なんかええとこあるスポットあるって聞いたら、はい、ないと。難しいですね、そういうのね、景色が。息子出た、うん、下から見る万華鏡みたいのがあるんですよ。それ来た、何それ。そういうとこでもいいんですね。マンデカン鏡って言うんですけど、下から覗いたら何かが見えるっていう。それ何、それどこの駅ですか。どこに、この次の駅の間です。あ、でも駅行った方が近いです、うん、駅行った方がいい。一個乗って降りる、はい、次の駅で降りて、一個乗って行きますか、うん、見てください。うん、どうもありがとう、はい。列車に乗って一つ先の学園通り駅へ向かいます。マンデガン橋、どんなものなのでしょうか。一個駅行って、その後どうだっけ、はい、この前の道を、こう南に向かっていくと、右が右手にあります。ありがとうな、絞り出してくれて、ありがとう。ありがとう、ありがとう。いよいよ旅はラストスパート。わずか1分で学園通り駅に到着。こっちだね。出ましたね。流星君に教えてもらった方へ進むと、え、ちょっと待って、これちゃう、このちょっと見えてる。あ、本当だ。こんな国道沿いに、じゃあ見ようか。まだまだまだ上見たかんで。あ、こっかか。この上やで。はい。行くよ。はい。せーの。おー、なるほどなるほど、こういうことか。なるほど、すごい。あ、万華鏡や。交差点に立つミッキーマンデガン橋は、ここ三木町の誕生60周年を記念して設置された巨大な LED 万華鏡。さぬきの言葉で全てという意味を持つマンデガン。町の発展と幸せな未来を願う全住民の願いが込められています。すごいね、こんな国道の交差点の真ん中に。ねえ、あんねや。流星ありがとう、お母さんありがとう。名所登録10個目は町のランドマーク、ミキーマンデガン橋。無事目標達成。さあ、ゴールは長尾です。あ、そっか、ここじゃないのか、はい、最後、電車乗って、はい、終点まで行きましょう。はい、はい、行こう行こう行こう。名所登録の目標を達成した2人、あとは終着長尾駅を目指すのみ。電車の終わりってちょっと寂しいね、なんかこの時間帯もそうか。そうですね、夕暮れ時、うん、一番前です。わあ、すごいね、まっすぐ綺麗な、なんかいいですね、うん。はい、着いた着いた。琴電の列車ともお別れ。電車っていいなと思いました。あららら、ら、あとこの電車、琴電のおかげで、はい、香川が大好きになりました。あ、確かにね、うん、ゆっくりこう各駅停車から知れるんですよね。そう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 、なんかバーッと急行で行っちゃうと早いやろうけど、うん、周りが見えなくて、そうそうそう、何も知ることなく終わるんですけど、各駅停車っていうのは、うん、こう一歩ずつ、なんか人生のような、うん、確かに、うん、出会いに
恵まれてましたね。いやほんまやで、これ全員にありがとうやわ。ありがとうございます。なんか顔黒くなりませんでした？いやほんまやで。出会いの数だけ名所あり、たくさんの触れ合いに助けられた人情あふれるローカル線の旅、お世話になった皆様本当にありがとうございました。こ